まけチャンネル。おはようございます。おはようございます。本当に朝から来たんだね。いや、何時だと思ってんすか、本当に。6時前。もうそもそもね、髪を切りたくて、引退してから1回も切ってなくて、ちょっと、この長くなった髪を切るついでに、最後の遊びをしてみたくて。去年、2020年、もう100回ぐらいカネチビさんに似てるって。カネチビさんに似てるって。EXIT の。もうしつこいって思ったんだけど、人生でピンクに染めることなんて一回もないと思うから、まあ、10分でもいいからカネチになってみようかなと思って誰にもバレたくないからこの朝にしました。あ、森くん紹介します。おはようございます。おはようございます。森下くんです。お願いします。お願いします。あの、ちょっと相談がありまして、3日カネチになっていっちゃうなと思って。違いますか。ちょっとカネチにできる？え？ピンクいく？ピンクにできる？どう？しちゃいます？全然いけるよ。いける。しちゃいましょうか。こんな感じに。そんな話じゃん。これ似てんのかな。驚くかな。めちゃめちゃ驚くでしょ。パパピンクになってんだ、髪の毛。森下くんは僕と同級生で、昔もサッカーやってましたけど、アシスタントのノラ。お願いします。いや、楽しみ半分、本当にやっていいのだろうかっていう不安半分。ちょっとビビってます。ビビってるよ。化粧してよ。え？どういうの？メイク？メイクしてよ。メイクですか？カネチさんになるよ。メイクですか？もう引退してさ、ほとんど顔をさ、化粧水に塗る時間とかさ、なんかもう適当になっちゃったの。ボロボロなわけよ。俺はもうチクックでとんなし。僕が初めて知ったの小学生の頃なんで、当時は。もうその時から引退するまで、僕たちの世代ではもうすごい有名なサッカーする人だったんで、同世代の中ではやっぱ今回の引退も悲しんでる人多かったですよ。やっぱりなんか自分たちがサッカー選手だとしても、あ、もう引退する年なんだなとか、感慨深いものがみんなあったんじゃないかな。悲しいですね。そんなこと言ってもらいながらカネチになろうとして。染みてきたね。おお、すごい。洗ってきます。すごい、すごくない？いや、すごいですね。うわ、見て見て、ベニーマタルトの上に乗ってる。強めに行くよ。ああ、いいよ。でも、100% でやってほしい。そうだね。やりきって、似てるか似てないか言って。ベニーショーマン。違う違う。うおー、もうほぼカネチになってる。せっかくやったらオープニングやんないとダメでしょ。やらせるじゃん。できんよ。おかしいでしょ。どうしたどうした。結構完成度高めなんですよ。あの、モルマネ観念してくれよ。絶対炎上するわ。そこはちょっと、そこ譲らねえんだよな。カネチだ。カネチだ。もうカネチだよ。めっちゃ。ちょっと似てる。ちょっとだからじゃない。ファンデーションとコンシーラー。
俺のヒゲで肌荒れないでね。完成しました。マスシリーズポンポンポン。絶対やらねえから。ためにやったわけじゃないから。感想は実際見てみて自分。わかんない。自分ではわからない。どうなんだろうこれ。似てるかな。いやめっちゃ似てますよ。マスクしたらちょっと似てるかもね。ちょっとチビたちが来たので驚かせましょう。じゃあ。目を開けてもらっていいですか。はーい。ちょっと来るのがいいです。うわーうわーうわーすごいね。どう誰すごーい。どうすごいね。どう？このパパどう？ダメ。ダメ？すごいね。サメで見た。似てんのかな。そうです。金近さん、拍手お願いします。ごめんなさい、ごめんなさい。ポン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 。どうしたどうした。すごーい。皆さんご苦労様でした。今回の15分だけの金地企画、短かったですが、どうだった？いや、大成功じゃない？似てるよ。どう森？いや、びっくり。自分でやったけど、途中からもう笑っちゃった。じゃあもう、うん、去年は、2020年は散々金地似てるって言われたのは、正しかったのかな。うん、正しかったと思う。俺はなんか全然その実感ないからさ、ちょっとこの後映像で見て写真で見て判断したと思います。チャンネル登録よろしくね。こんだけ長くやってもらったのにごめんね。全然マスシマタツヤに戻ります。